現地時間18日午後、ベトナム東北部に位置するクアンニン省で衝突事件が発生し、少なくとも中国人5人とベトナム警備員2人が死亡し、複数人が負傷しました。報道によると、ベトナムに不法入国した中国人16人が国境で止められ、拘束されました。中には女性4人と子供2人が含まれるそうです。中国への送還を待っていたとき、一部の中国人がベトナム軍人から自動小銃 AK-47 を奪い、発砲したため、双方で衝突が発生しました。情報によると、ベトナム当局は中国人不法入国の情報を事前に入手していたそうです。ベトナム当局はすでに中国人の遺体を中国側に渡し、他の人は送還したそうです。新唐人テレビがお伝えしました。有人说他是专制政府的，政府与危险势力相当大于加法。